先日湯の花 RV パークで広島から来ていたアドリアの S 様にこちらいただきました。ありがとうございます。ということで、うちの今日の晩ご飯はこちらのお鍋を食べたいと思います。瀬戸内広島レモン鍋の素だ。レモンの鍋美味しいだろうな。純米吟醸稚児の湯はこちらをいただきます。こちら岐阜のお酒ですね。酒はいいが字は下手かな酒はいいが字は下手かなだって。なんて読んだ。読めない、ね、俺は読めるんだわ。一番ほら、フラがない、フラがな、ひらがな振ってあるよひらがな振ってあるよ。わけわからない。もう前からわけわからない。海道にある島でもいっぱいなっとったよ、ね、テレビ瀬戸内レモン、そうね、じゃあさっきよりレモンを感じるようになったなと思ってさ、うん、で水の合うなと思ったじゃんね、うん、でも次白菜食べたら白菜も合うなと思ったじゃん、うん、なんでか分かった、うん、つゆ入れたで初めつゆなしで食べとった。あとでラッシュのやつある、うん、こっちの方は結構煮えとるよね。うん。うん。うまいね。
た、見つかった。いただきます。いただきます。なんて食べれるのだっけ。
振られてるじゃん、いつ何なんだラッシュラッシュラッシュ、ダメダメダメ。